はい皆さんこんにちは、えー、こんばんはの方おはようございますの方もよろしくお願いします、えー、どの時間帯からでもウェルカムで、えー、進めていきたいと思いますえー、っと今日はですね引き続きあの透明性のお話とで少しはあの方法だ道具だと言っとるんですから具体的なお話に何とか交差したいなと思っています。 えと今日はですねこの画像のですね、えー、とラティフ・ナセルさんという、まあ、方ですね、えー、この方はあのもうすでに成功を収めたあの有名な何、えー、て言うんですかね「レイディオリサーチャー」という肩、まあ、書きがですね書いてあるんですけどまあ日本的に理解しようとすると、まあ、サイエンスライターとかですね えーまああのー、サイエンスレポーターというんでしょうかね、えー、なかなか、あのー、立派な、あのー、キャリアをお持ちの方ですで、えーあのー、にもう成功を収めておられてです、ね、人気番組を持っておられるとネットフリックスではですねもうすでに、あのー、この方の人気番組まであるという、えー、方です。 であのちょっとなんかあの日本にありがちなレポーターのイメージとはちょっと違いましてですねハーバード大学で、えー、とにかくあの医学ではなくて医学史ですね、えー、とお医者さんたちや、えー、医学の成果を、えー、変遷をたどるというそういうあのテーマで、えー、PhD ですねあのドクター博士です。 <laughs> もう博士号を取った人が、まあ、あのレポートをするというそういう、まあえー、ジャンルで,です、ね、もう成功を収めておられるというまあ方ですね、まあ、あの一見するとあのとっつきやすそうなあの高青年のようなイメージですが、えー、頭脳明晰でいらっしゃるんでしょうね。 であのこの方のですね、えー、と方法についてもなかなか示唆的なあの経験をお持ちでどうやらあのお母さんがですね、えー、結構重篤なお病気でしかもそれがあの激しくこう痛みを伴うというねそういうあのお病気だった時にあれは、えー、有刺 LA っていうんでしょうかねあの医学の文献を相当たくさん、えー、ストックにあるというそういう贈呈の,のですね多いあのデータベースでですね、えー、大量に資料を当たるというふうな、まあ、あの経験を持っておられてでのその時あの、まあ、彼の方法にもつながっていく体験なんだろうと思うんですけど。 えー、あるですねこれもお医者さんなんですがあのお医者さんでありながら非常にあの不思議な、えー、キャリアを持ってる、まあ、お医者さんがおられてお名前をあのジョン・ジェイ・ボニカさんという、まあ、そういうお医者さんなんですけどそのお医者さんがですね <laughs> 実はあの覆面をして片、えー、やサーカスでですね 暴れまくるあのプロレスラーをやってその収入を得ていたと、まあ、多分あの医療機関での勤務では収入が得られないという、まあ、インターンのようなそういう機関にですね <laughs> まあの生活を立てるためにプロレスラーをやっておられたとそういう、まあ、非常に変わった、えー、とスタイルの,あのお医者さんがおられて、えー、そのお医者さんが実はですね あのこの痛みについての、えー、もう世界的な権威者としてビッグネームになるというそういう顛末をおこの、えーまあ、ドクター・ナセルはですね、えーまあ、そういうお母さんの痛みをなんとか、えー、緩和したいという気持ちの中から、まあ、は行き当たって発見をされるんですね。 でこのおプロレスラーの方もですねえボニカさんという、まあ、お医者さんはですね、まあ、のサーカスでのプロレスラーの日常はですねもう満身創痍というかもうどこか骨折してるか怪我してるか、えー、傷口ができていたりというそういうその痛みとですね、えー、ものすごくこう距離を置けないような日常をされててまあ方が避けても マスクをして、えーまあ、外来の患者の方に接したりというようなことを、えー、しておられたということらしいんですね。で、まあ、結構、まあ、過去の、えー、とお医者さんなんでしょうけれど、えーまあ、後にあの世界的な雑誌の表紙になるというぐらいの痛みの世界ではですね、えー、鎮痛の世界ではもうあの知る人ぞ知るというビッグネームになると。 でとりわけですね、あのー、有名なノルマンディ上陸作戦という、まあ、第2次世界大戦のですね、えー、フランスの海岸に、えー、アメリカの、まあ、陸軍が上陸するというそういう大、えー、キャンペーン、まあ、大作戦があったわけなんですけど、えー、その時に、まあ、たくさんの兵士の、えーまあまあ、骨が折れるとかその程度で済,む済まずに 腕が飛ぶとか指が飛ぶとかいうふうな、まあ、あの悲惨なあのそういった患者をですね、えー、大量に見て取るという経験があって、まあ、その時にご本人も,もう痛みに関しては日常的に学習するというそういうスタイルであったボニカさんというお医者さんが、えー、実はその痛みをなんとかして えーまあ、陸軍の兵士たちの痛みを何とかしてやらせてあげたいということで真剣にあの痛みに関する、えー、資料を当たったというんですねその資料の規模がですね確かそのようなお話だったと思うんですけど大量のページを食っ,食,っ食って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 日々食ってですね えー、そして痛みに関する記述やあ方法やあまあ、考え方等が、えー、書かれているページをなんと数え上げたらわずか、えー、17ページ半ぐらいしかなかったというというまあ衝撃的なあの体験をされたらしいんですねつまりあの痛みについては医学はですねほとんど満足なあその 追い求め方をしてこなかったというしそのあといわゆる、まあ、ペインクリニックなどの基礎になるようないろんな発見や方法の提唱をこのジョン・ジェイ・ボニカというお医者さんはなさってえ後には、まあ、痛みを和らげるそういったジャンルではですね えー、そのジャンルの創設者とまで呼ばれるほど有名な方にまあなられるらしいんですが、えー、ここでそのナセル先生はですね <laughs> ナセル博士は <laughs>、えー、この,その手法の中でねビッグデータというものをどれほど深く掘るかということがどれほど大事かということを、まあ、あの自覚されるんですね。えー、それ以降ですね。 実はその痛みを止めるという目的のテーマだけではなくてビッグデータの中からです、ね、最適の方法を探し出すというふうな考え方をです、ね、ご本人のテーマの軸に置くというふうな経験をされたようです。 以後このナセルという、まあ、あのドクター博士ですけど <laughs> は、まあ、あの引き続きですね大量のデータの中からあ本当に、えー、浮かび上がるそのリアリティというんでしょうか、えー、説得力のある、まあ、実証されたあのファクト事実ですねこの事実の組み立てからあ導き出されるも思いもかけないようなイメージというものを ものすごくあの大切にしててこられて、まあ、今もネットフリックスでこの方の人気番組が配信されてると思いますがもうそれこそ本当にあのびっくりするほど <laughs> それぞれに飛躍があるようなテーマをですね見事に料理して皆さんのパフォーマンスのような新しいこう視野と眺めでですね えー、満喫させてくださるという、まあ、あの配信の仕方をこの方のスタイルにしておられますね。えー、ここから、まあ、あの後半になると思うんですけど実はあのそういったあの、えー、番組配信コンテンツの中で非常にあの面白い今日的な話題でそしてあのこの連続したシリーズで私は、えー、いつも透明性という話をあのさせてもらっているわけですけど まさにあの透明性の問題と交差する瞬間があるわけなんですね、えー、実はですね。あのこのナセル博士が会う時、そのフランスのジャーナリストのですね、えー、ジュディスさんという人とインタビュー取材の番組を持ちます。このジュディスさんはですね、えー、もっぱらジャーナリストではあるんですが、まあ,ある時えっ、ー、とまあ、付き合っている彼氏と。 別れちゃってどうしても次の出会いを作りたいという気持ちがあってそしてその目的のためにねいわゆる出会い系サイトなんでしょうかねそういったものを積極的に利用してみようと思われたようなんですねところがこの出会い系サイトでですねもっぱらこの方はジャーナリストですので ジャーナリストとしての嗅覚とかあ興味とかがですね、えー、むくむくとおこう鎌首を持たれたというんでしょうか、えーあのー、非常に面白い視点だと思うんですが、えー、彼女はあのー、出会い系サイトの、えー、仕組みそのものです、ね、に、えー、深く、あのー、入っていくわけですね、えー、つまり、あのー、彼女が言うにはですね、えー、そういったサイトではですね 好感度の高い男性や、まあ、非常に評価の高い男性がそのポイントとして評価をしてくださったらそのパートナーである女性のポイントも上がるとところが評価の低い男性などが興味を示さないというようなことがあるとなぜかポイントが下がるというそういうようなシステムが。 複合的に動いているようだということに、えー、気づくわけですね。でそれはその彼女にすれば非常にあの不当なものではないかというふうに、えー、っと思われたと、えー、そこで透明性なんです、ねえー、彼女はですね、えー、果敢にそのシステムの、えー、運営側にですね、えー、情報の開示をですね、えー、求めるわけですね。 この出会いい系サイトは、あ Tinder、と呼ばれるあのシステム提供らしいです、ねえー、まあ,あの日本でもそういうようなあ類例のものはあるのかもしれませんが、えー、彼女はその Tinder というシステムのフロントに直接、えー、インタビューを、まあ、仕掛けようとジャーナリストですからねその辺のスキルは高いんだろうと思います。えーまあ、それがあの最初のうちは、まあ、ある種剣もほろほというんでしょうか。 企業上の秘密ですよとかいうようなことで、えーとまあ、あのにべもなく、まあ、排除されたということがあるんですが、まあ、一般の利用者ならばそこで終わっちゃったと思うんですよ、えー、ところが彼女はですねジャーナリストですからね、えー、普通のテンションではないしスキルもあるとで向こうが企業として持っているいろんなあバリアブロックをおそらくあの順番にあの解いていったんでしょうね まあ彼女のスキルでほぼ6か月ぐらいかかってですね、ようやく彼女自身の個人情報なんだからあそれはもう開示すべきだという彼女の主張が通って最終的にそ Tinder 側からですね、彼女のプロファイルが届くという運びになったんだそうです、まあ、もし彼女が ISO26000 のスキルで透明性とね えー、それからああの、えー、説明責任の2つの、えー、重要なアーティクルをきちっと畳みかけておればあ6ヶ月がもう少し短くなったんではないかなというふうに私などは思ったりはするのですがやっぱりあのお見事というんでしょうか6ヶ月かかったあけれども彼女のプロファイルは手元に届いたそうなんです。えー、ところがですね その届いたあのボリュームはですね、えーと、ちょっと我々が想像を絶するあの規模だったというところがですね、あの非常にあの興味深いわけです。えー、まず彼女があの、彼女に対してのですね、えー、知られてるところで、全く見えないところで。 点数がつけられるということの不当さをまあ感じてから、えー、実際に Tinder という出会い系サイトが彼女に対して評価しているというそのボリュームを見て取ってで取り寄せたその結果がです、ね、800ページという膨大な規模のデータベースの中のです、ね、ファイルになっていたんだということを知るわけですね。 この800ページというのはあの凄まじいですね。こ Tinder というまあシステム、1つでこれだけのプロファイルを持ち合わせていると。もしこれがですね、縦、え、断、ー、的、ね、横断的に、えー、例えば Amazon の情報とかですね、から自治体側の情報やクレジット会社の情報、それからあ例えばあ GPS を。 搭載しているようなスマートフォンの情報そういったものをこう合算してですねで AI の処理がもしされておるとすればもうほとんどどう,うですかねシステム側からは個々人が透明異常のもうスケスケで見えているにもかかわらず利用している側のつまり消費者として 買い物をしている側の個人はですね、企業秘密だということで、一切自分自身のプロファイルであるにもかかわらず、見えていないということに関して、非常に問題ではないかなというふうな、ジャーナリストとしてもですね、本来の目線でこの問題を考え直したというふうにおっしゃってます。 えもうまさしくあの、どういうでしょうかあビッグデータの,その、えー、マジツイのような、まあ、このナセル博士からすればです、ねえー、まあ非常にあのこの彼女の証言というのはあの驚くべき内容だったのだろうなというふうに思わざるを得ません。まあ、これはあのフランスの、まあ、一ジャーナリストのお話ではありますが えこれはあのこの時代の同時代性というんでしょうかね、えー、おそらくフランスの特定の独身女性のお話では済まないだろうと私は思ったりしますつまり我々自身が我々の個人情報をどのように管理監督されてしかもそれをえー何か怪しげな評価でですね <laughs> まあ怪しげと言ったら失礼ですけども 余心はそれが合理的で妥当な評価の仕方であるとしても、えー、利用している当事者側には全く見えない形でですね、えー、運用されているということについてのやはりあの問題はですね深くなかなか複雑なものを、えー、我らに引き寄せているのではないかというふうに感じざるを得ないですね。 ですからあの私はですね、えー、まさしくこのシリーズ20回で、えー、繰り返し、えー、方法としての ISO26000 の、えー、利用の仕方道具の主軸にはですね、えー、透明性というものがものすごく大きなあの意味を持っているんだというふうに、えー、金ねから申し上げてきました。そののあたりのですね 私の思いというものを皆さんもご理解いただけるんではないかなと思いましてこのナセル先生のお仕事をご紹介しましたあのナセル先生の配信はですねテッドスピーカーとしてももう知られておるわけですまたネットフリックスの番組もいつでも皆さんご自由に視聴できるかと思います 是非追体験していただければと思ったりしました、えー、今日はあの透明性についてのお話と多少具体的なニュアンスを <laughs> 生じたテーマとのクロスまで何とかたどりつけたと思います、えー、次回もマクロミクロないまででこの話まだまだ続けていきたいと思ってますので今後のご視聴をよろしくお願いしますでは今日はこれまでにします